岩見神楽は日本の神楽の様式の一つ。島根県西部と広島県北西部において伝統芸能として受け継がれている。日本神話などを題材とし演劇の要素を持つ。神社での岩見神楽奉納の様子起源については諸説あるが岩見地方において室町時代後期にはすでに演じられていたと言われ、田楽系の神楽である大元神楽をルーツとし、出雲流神楽。 脳、狂言、歌舞伎などが影響を与えて演劇性を増し、現在の岩見かぐらが形成されたとされる。その後広島県北西部へと伝わり、各々の地方において独自の変化を遂げている。現在では広島県北西部でのかぐらを、芸北かぐら、広島秋田方かぐらと呼んで区別する場合もある。また戦後、野村素直によって、 北九州に伝えられた岩見かぐらは、北九州地域の気質に合う形に変化した織リオ神楽ぐらとなり、地域の郷土芸能として定着している。1979年、前日の大本かぐらが、国の重要無形民族文化財に指定されたほか、各県各地多くのかぐらが県、または市町村の無形民族文化財に指定されている。2017年には高窓のみや殿記念地域、 伝統芸能大賞を受賞。2019年5月20日には、岩見神楽が日本遺産に認定された。神楽を見る、子供たちのなと新ノートが整然と分かれず、演劇性、エンターテインメント性を強めた、大衆的な芸能として発展している。一般的な神楽のイメージとは一線を画した、軽快かつ激しい林と舞が、特徴で、盛んな岩見地方。 広島県北西部では子供から高齢者にまで幅広く人気がある。岩見かぐらはもともと収穫期に自然や神へ五国豊穣を感謝する神事として詩神社において夜を徹して朝まで奉納されるものだったが現在はこの奉納かぐらに加え地元他各地で行われる定期上演、競技会、祭りや民間各種イベントなどでも披露されている。各種競技大会や 観光向け定期公演などを除けば、無料で見られる場合が大半であり、観覧制限もないため、岩見かぐらを見られる機会は、年中を通して、非常に多くなっている。また、島根県立島根海洋館、アクアス、かぐらの里、舞の市、温泉テーマパーク、かぐら門前当寺村、国営美北丘陵公園など、神社以外にもかぐら専用の舞台を常設している、施設もある。 2019年4月には、当該地域外では、初となる、常設の定期公演施設、岩見かぐら何和館がオープンしている。近年は、全国各地での上演機会も増え、ヨーロッパやアジア、中東などに遠征しての外国公演も行われている。以上から、当該地域の神楽は、地元の主要観光資源としての様相も呈して、来ている。かぐ団体は、岩見地方及び、 広島県北西部でおのおの100以上に及び、その地域や団体ごとに様々な特徴がある。対象以前は各地域の新職、またはうじ子が奉納のために集まって団体を形成していた。20世紀後半からは同好会、保存会として結成された団体や、島根県外の有志で発足した団体も増加している。このためうじ子として地元の団体へ、 弟子入りせず、好みの団体へ加入するケースが主流となっている。子供神楽も盛んであり、岩見神楽の伝承に力が注がれている。奉納先からの奉納金、観客からの花代、寄付等を収入として、活動経費に利用している。岩見神楽を工業化した団体は存在せず、すべての所属者は他に、仕事、等を持っている。総額は、大太鼓、しめ太鼓、手打ち金、 横笛の四者で構成される。楽譜はなく、大太鼓の奏者が演目を掌握しながらリードし、他の奏者は、大太鼓の流れに合わせて型を奏する。場合により笛奏者がリードする役割を持つこともある。うの呼吸が必要となるため、奏者は鍛錬と技術が求められる。また奏者は演奏しながらその演目に合わせた、短歌形式の神楽歌を歌い、また掛け声などで、 より雰囲気を盛り上げる。演目序盤は、神楽歌唄と共にゆったりとした林で、物語が進み木と神との格闘といった、クライマックスになると一気に早いテンポの激しい林へと切り替わる。調子とは林や神楽歌を含む、総額の戦術を総合的に示したものであり、一般的には手組やテンポの窒息でその違いを感じられる。岩見かぐらでは、おおむね、 六調子と八調子に分かれる。明治時代初期より過去は、官主、または社人ら神職による言うまで緩やかな舞が、神社等において奉納されていた。明治時代初期に、岩見地方の国学者たちによる、神楽様式の改正が行われ、また、神職演舞禁止令、神がかり禁止令により、神皇を民間の氏子が務めるようになった際に、 多くの地域で激しく速いテンポを取り入れ、娯楽性を高めた神楽へと変化していった。なお同じ岩見神楽であっても、調子や林、演部の方は、各地域、団体で異なっており、いくつかの系統に分かれている。現代では大まかに、長期4系統へ分類され、他にも、出雲神楽と接中した方を持つ団体、調子を区分できない、独特の方を持つ団体なども存在する。 このため、岩見かぐらの中だけでも多様な林や舞を見ることができる。舞手は、金子銀紙を用いた絢爛な衣装とかぐら面を着用し、武器、扇、兵といった取り物を手に持ち、物語に応じた工場も交えながら舞う。演目によっては、舞犬やかぐら面の早変わり、花火類やドライアイス煙幕の使用など、趣向を凝らした演出も用いられる。 神楽ら面は現在でも一部で、木彫りの面を用いているものの、もっぱら、石州和紙の張り込面をつける。割れにくく、軽量な和紙製の面が、岩見神楽にもたらした効果は計り知れない。しかし軽量とはいえ、衣装の重さと岩見神楽特有の激しい舞への要求から、全編通して面をつけて舞うのは、体力の消耗が激しい。そこで、 鬼や悪者を退治した後の喜びの舞については髪型が面を外して舞うことが許されており、現在は多くの団体でそのように行っている。広島県北西部では髪型が記念せず、白塗りの化粧をして舞うことが多い。岩見神楽、塩原払いから、夜神楽、ら、奉納、岩見神楽、大蛇現在は娯楽要素の強い。 華やかな演目が好まれ、また回れることが多く、旧来からの儀式舞い、心事的な演目は省略されるなど廃れてゆく、傾向にある。皇帝岩見神楽台本に八長子演目として、夏季三十演目が記録されている。岩見神楽岩見神楽前期演目のほか、各神楽団体により創作され、受け継がれている演目もまた多く存在する。特に、広島県北西部では、 戦後に創作、または改訂された、新しい舞と総称される、ノー舞、もみじ狩り、悪狐つね伝など、が、現代の神楽上演において、人気演目となっており、岩見地方とは異なる。独自の進化を遂げている。岩見神楽には、定期公演が行われている会場がある。いずれも、公演1日につき1から2時間程度。以下は2019年4月現在。 全団体を列記していない点に留意。この他、かぐら関連の部活動やサークルを保持し、上演活動も行っている、高等学校や大学が複数存在する。浜田岩見かぐら社中連絡協議会三隅町、岩見かぐら社中協議会、その他継承団体金城町、岩見かぐら社中連絡協議会旭町岩見、かぐら社中連絡協議会朝坂町,町、 岩見神楽車社中連絡協議会、ありがとうございます。